放つ豆腐が売られていたり、衛生概念の薄さから街ですごい匂いを放っているエリアが多いことに、テイラーは顔を歪めるほど嫌悪したといいます。こんばんは、皆さん、カッミミです。DKR チャンネルへようこそ、フィリピンから。今回は、The result of a global diva who went around with China and South Korea at a live concert to share with the world the smell of Japan's flying.日本のします。チャンネルのクレジット。それでは早速始めましょう。日本だけ匂いがおかしいの？世界的に有名な歌姫であるテイラー・スウィフトが日本の街中の匂いについて発言し炎上したことをご存知ですか？ワールドツアーで日本を訪れたアメリカを代表する歌姫テイラー・スウィフト、彼女がアジア各国を回ってツアーを行った際、最後に訪れた日本の匂いに衝撃を受けて自分の鼻がおかしくなったのかと思ったと発言をしたのです。この発言は大炎上し SNS にも飛び火、物議を醸しました。一体どんな内容を投稿し炎上してしまったのでしょうか。本日は日本の衛生事情と全く正反対の概念を持った2つの国のお話です。ぜひ最後までご覧ください。テイラー・スウィフトとは20代を中心に若者から爆発的な人気を誇る世界的歌姫です。10代の頃から作詞作曲を始め、2006年にデビューアルバムテイラー・スウィフトをリリース。その後もヒット曲を連発し数々の賞を受賞しています。Shake It Off や The Man などを代表曲に持ち、日本でも大人気ドラマやバラエティ番組でもテーマソングに起用されるなど、日本でもとても馴染みのあるアメリカのアーティストと言えるでしょう。彼女の音楽はポップスやカントリーを中心に展開されており、その歌唱力や才能は世界中で高く評価されています。テイラーは慈善活動にも積極的に取り組んでおり、彼女の才能だけではなくその人間性に惹かれる人も多く存在します。さらにインスタグラムにも 2.7 億人以上のフォロワーがおり、国際的なインフルエンサーという面も持ち合わせているのです。そんな彼女は定期的にワールドツアーを開催し、世界中を飛び回り、韓国、中国、そして最後に日本へとやってきました。ところが彼女が日本に着いた時にはなぜかすでにへきえきとしていたといいます。しかし日本に到着した途端にすぐに様子が違うことに気がつき、日本の街中の様子や匂いが中国や韓国とまるで違うと発言したのです。日本では至極当たり前のことですが、テイラーがここまで驚いたのには理由がありました。なぜなら韓国や中国の衛生環境が劣悪すぎたためです。皆さんは韓国や中国の街中は独特な匂いを放っていることはご存知ですか？綺麗に整備された首都ですら匂いをかき消すことができないのです。これは排気ガスや廃棄物処理の問題が深刻であり、大気汚染や水質汚染が原因です。しかし他にももっと根本的な問題があるのです。それは国民たちの衛生概念と言われています。確かに韓国や中国は都市部だけを見れば見栄えが良くはなりましたが、匂いという点においては一長一短にはいかないものです。形だけ綺麗にしてもそこに住む人たちの問題も大きく、常に綺麗に整える意識であったり清潔に保とうという努力がなされていないと維持することができないことだからです。テイラーはワールドツアーで一番最初に訪れた韓国では愕然としました。韓国の街中の汚さに驚き、ゴミの匂いとニンニクやキムチが混ざったような独特な匂いに鼻をつまみました。街全体が不潔で不快な空気に包まれており、滞在すること自体が苦痛だったそうです。歩道にはゴミが散乱し、排水溝からは異臭が漂っていたためか、街そのものからお臭がしてくるという状況だったといいます。人々のマナーも悪く、タバコのポイ捨てや飲食物の残りを放置する光景が目立ったのです。町の人たちにそもそも町をきれいに保とうという気持ちがなかったのです。アジアのワールドツアーが始まってまだ序盤でしたが、この時点でテイラーはすでにへきえきとしていました。そのため散策することもままならず、ただただ不快感と嫌悪感を抱えてワールドツアーの滞在期間を過ごすしかなかったそうです。他にも都市部では住宅や公共施設の建設が進んでいますが、それに伴い衛生状態も整備されたらいいですが、残念ながら設備が伴いませんでした。特に下水処理施設の整備が不十分であり、
排水や汚水処理が適切に行われていない地域が多く存在するため、どうしてもにじみ出る匂いを止めることはできない状況なのでした。テイラーはアジアのこのような状況を目にしたのは初めてで、あまりにも不衛生な環境に愕然とするほかなかったのです。さらに次にツアーで訪れた中国でもテイラーは散々な目に遭ってしまいました。韓国と同様にまだまだ衛生環境が未発達で衛生的とは言えない状況にテイラーはまたしても幻滅してしまうのです。今ですら中国の衛生環境は良いとは言える状況ではありませんが、テイラーが初めて中国を訪れた頃は今よりももっとひどい時期だったのです。露店では臭豆腐といわれるものすごい異臭を放つ豆腐が売られていたり、衛生概念の薄さから街ですごい匂いを放っているエリアが多いことにテイラーは顔を歪めるほど嫌悪したといいます。そもそも中国は人口が多く、都市部では人口密度が非常に高いため衛生状態が非常に劣悪でした。韓国よりもトイレの概念が希薄でもあり、ニーハオトイレと呼ばれる民間で使われるような公衆トイレが存在します。そのトイレを見た時テイラーは生理的に受け付けないと心から思ったそうです。それだけではなく、野原や裏路地で用を足すといった文化も残っていた当時、テイラーがその事実を知ると気が遠のいたそうです。そして中国でのツアーも韓国と同様、気がめいるような衛生環境に辟易とした彼女なのでした。またこの国もこんなに臭いだなんて、きっとアジアはこういう概念の国々なんだと思ったテイラーは、アジアで残っている日本公演に心から憂鬱な気持ちになっていました。もうアジアの衛生環境にはうんざりだと辟易していたテイラーでしたが、しかしそんな彼女が日本の空港に降り立った瞬間、すぐあることに気がつきました。それは日本の空港も街中も全く嫌な匂いがしなかったそうです。アジアの国々はどこも不衛生だと信じかけていたテイラーにとって、日本に来てその印象は180度覆されました。彼女は日本の清潔さに驚き、自分の鼻がおかしくなったのではと思ったほどです。ここは本当に同じアジアなの？と、しばらく信じることができなかったそう。街中のトイレでは手を洗う場所や石鹸が備え付けられているだけではなく、定期的に清掃する人が入り、清掃状況を示す表示板も公開されていることや、消臭剤なども充実しており、良い香りを保つためのフレグランスが設置されているなど、常に清潔な環境を保つための努力が感じられることにも驚きました。綺麗に保つのが当たり前という国民性にテイラーは衝撃を受けたのです。さらにトイレが個室になっていることにも衝撃を受けました。中国にある公衆トイレは大体が個室ではなく、いわゆるニーハオトイレと呼ばれる状態、そんな状況のトイレを見た後だったからこそ、こんなにプライベートが守られている空間に、日本はアジアにあるけど本当に別格だと感じました。けれどなぜ日本だけ同じアジアなのに日本だけこんなに違うのだろうと疑問に思ったテイラーは、日本での滞在をサポート日本人スタッフに、日本だけどうしてこんなにおかしいの？と質問をすると、日本人スタッフは笑って答えました。日本にとってはこれは普通で当たり前のことですよ、と話したのです。韓国と中国とのあまりの違いにテイラーは言葉を失いました。加えて日本では小学生の時から自分たちの教室を掃除するという習慣があり、むやみやたらに汚したりしないという説明をされ、同じアジアなのにどうしてこんなにも違うのかと驚きを隠せませんでした。さらに街にはゴミ一つ落ちておらず、どこもかしこも綺麗な様子や、国民が街を汚していない様子にとても感動し、日本の匂いは異常すぎる、と衝撃を受けたのです。この時に初めて東京を訪れたテイラーでしたが、これまでアジアを巡る時に経験した辛さを忘れ、日本公演の合間にショッピングを楽しみました。そして日本でアジア最後のワールドツアーを終え、テイラーは大満足で帰国したのですが、その後にとあるテレビインタビューを受けた時の発言が話題を集めました。インタビュアーがテイラーに向かい、ワールドツアーで一番印象深い国はどこか？と聞いた時、彼女は真っ先に日本以外ありえないと答えたのです。それはなぜかと深掘りをするインタビュアーに対し、日本の匂いだけ異常すぎる興奮気味に話し始めました。街が本当に綺麗だし、何より街を汚す人が誰一人いないことに驚いたの、
トイレは綺麗だし、街中から変な匂いはしない。街の人たちはゴミをポイ捨てしないし、裏路地に入っても用を足している人なんてただの一人も見たことがないもの。最初に日本を訪れた時は、日本がこんなに衛生的で規律が守られた国って知らなかったから、自分の鼻がおかしくなったかと思ったくらいよ。とてもじゃないが同じアジアだとは思えない。中国や韓国とは大違いだったと付け加えたのです。さらに中国や韓国の街はとても不衛生だった、あんな環境で生活なんて絶対にお断りよと発言。中国や韓国は日本を見習った方が絶対にいいと思うわ。日本の衛生環境を絶賛し、一方で韓国と中国の衛生環境を批判したことで、彼女は中国や韓国の SNS で大炎上してしまったのです。もちろん中国や韓国のファンからは激しい反発が起こりました。彼らはテイラー・スウィフトが自国を批判することに対して怒りを感じ、 SNS 上で彼女を非難するコメントを残しました。さらに中国や韓国のメディアでもこの件について報道され、論争が広がったのです。一方で日本のファンからはテイラーの発言に対し感謝し、歓迎する声が多く上がりました。もちろんその中には謙遜のコメントも含まれていたといいます。結果的にあまりの大炎上ぶりに、テイラーはこの発言を SNS で撤回することとなりました。確かに国を一括りにして批判したことはテイラーの謝罪に値する点と言えますが、慈善活動も精力的に行っている彼女ですら、同じアジアというエリアでこんなにも文化レベルが違う国民性だとは微塵も思っていなかったのです。私たちの日常の中には、街にゴミは捨てない、トイレはきれいに使うという共通認識があります。だからこそ今回のワールドツアーで初めて日本を訪れたテイラーにとってあまりにも衝撃的体験で、インタビューを受けた時に興奮して伝えたくなってしまったかもしれません。さらに今回のエピソードには他のアーティストも賛同の声を上げました。たびたび日本公演を行っているホイットニー・ヒューストンや、日本に何度もプライベートで訪れているアブリル・ラビーンなど、他の海外セレブたちも日本の衛生環境を高く評価しているようです。特にアブリル・ラビーンは日本に親戚がいるということも相まって、17回以上日本に来日しているだけではなく、衛生概念に対しいつも絶賛しているといいます。彼女らも日本に旅行に来るたびに快適なプライベートタイムを楽しんでいるそう。それでは最後にこのテイラーのエピソードについて海外の反応をほんの一部ご紹介します。日本の綺麗さは本当に驚くよね。掃除をする業者がいるとかそういうレベルじゃない。暮らしている日本人一人一人が街を汚さないというルールを守ることができるんだ。日本では小学校の時から綺麗にするという概念を教わるのね。日本にはあれだけの人が日本に住んでるのに、みんながルールを守るのは本当にすごいことだと思うの。僕は何回も日本に行ってるんだけど、自分の国に帰ってくると正直げんなりするよ。日本の国のように綺麗に保つという概念が全世界に広まってほしいって本気で思ってる。以上が今回寄せられたコメントの一部でした。いかがでしたか？世界的歌姫として世界中の人を魅了するテイラー・スウィフトですが、ワールドツアーで初めて日本を訪れた際にはとても新鮮で衝撃的な体験をして帰っていきました。日本の清潔さは初めて日本を訪れた外国人のほとんどが驚愕するという名です。私たち日本人もこれからもマナーを守り、清潔を保ってたくさんの人に美しい日本を体感してほしいですね。今回の動画はこれで終わります。面白いと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。The beautiful video. And you know guys, Japan is said to be a unique country because of their norms, their characteristics, their way of living and everything about Japan. I have a friend actually who's been to Japan just last weekAnd she told me how beautiful and fantastic Japan was for her. On her travel there with her mom, she said that she doesn't care about her things much, unlike in the Philippines. And she even went out at dawn. So in the Philippines, you can't do that. Yeah, so she's very impressed about Japan and everything.Yeah, about her experiences there. And we have another artist here, well-known artist, who is Taylor Swift.
And I do not wonder anymore why she compares and she can say that Japan is unique. Yeah, and she likes well, it. Well, anyway guys, that's it for my reaction video today. And see you next time. Bye. ありがとうございました。